こんにちは、兄です。今週もね、いろいろ買ってきているんですけども、ほとんど即備ですね。戦隊ものは今回はなしで、怪獣とライダーとあとその他みたいな感じです。まずはですね、ここ行こうかな。ブーブー、これは以前動画でも紹介している救急車なんですけども、その後ですね、まあ、ハッピーセットを食べまして、消防車、あとこれは何だろうね、タンクローリー車なのかな、あとパトカー、こんな感じなものをゲットしてます。一番気に入ってるのはこれで、タンクローリー車から変形すると、はい、こんななんかドリルがくっついた車に変わります。ぶっちゃけちゃうとですね、シフトカーよりもこっちの方が僕は好きです。次はこれいきましょうか。ライダーヒーローシリーズの、フェニックスファントムと、あとこれマグネットステイツですね。でフェニックスファントムは重塗装版を買っていたので、まあ、このノーマル版とね、ちょっと今度比較なんかしてみたいなと思ってます。次はですね、これ、ブルマークの復刻版のバラバです。これヘッダーがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。当時もこういうヘッダーだったのかな、それを再現したのかな。でまあ裏はこんな感じで、まあ、復刻なんで新復刻版怪獣シリーズっていうね、こういうのが書いてあります。うん、このビニール入りのものはね、開けるべきかどうかっていうのをね、すごい悩んじゃうんですよね。まあ多分開けると思うんですけども、うん、バラバラ買いました。次はじゃあここ行きましょう。右からですね、バライーグル、バラパンサー、バラシャークですね。地底戦隊サンバラゴンです。以前四つ足バージョンのバラゴンを買ってたんですけども、このね、立ち上がってる感じのこの可愛い顔のね、バラゴンがね、欲しくなっちゃって、でしかもこうね、3色売ってたんで、まあ買っちゃいましたね。最後はこの後ろの箱、 3A のワールドウォーロボットのセットですね。まあ中身見ないと分かんないから、ちょっと出しましょう。はい、開けるとまあこんな感じでね、雪の中の舞台なんでしょうかね。ロボットと、あとこれは何だろう、コマンダーでいいのかな、まあ、この2人が入っているっていうセットです。このシリーズは並べるとめちゃくちゃ気持ちいいですし、色がね揃ってると舞台編成みたいなのがね、こうさらに明確になっていいので、このセットはねすごい嬉しいです。はい、これがね僕が今週買ったおもちゃです。それではまた次の動画でしましょう。バイバイ。